今日はというか最近のベストアイスはパルムです。最近もお花もありがとう。美容室行ってないです。いつも通り音符いっぱいありがとうございます。あ、でもなんかパルムいっぱい買うっていうと箱で買ったと思われるんですけど、いつも箱では買ってないです。パルム箱のやつのが小さめで100何本の1個売りのやつをいつも買っています。ちなみにさっきパルム食べました。そう、箱の方がちょっと小さめだと思うので、あとコンビニで買うから1個売りのやつをいつも買ってます。あ、でもパルムは溶けちゃうから、ミオは買ってすぐ食べるってことはあんまりない。溶けたアイスあんま好きじゃないので、買って帰って冷やしてから食べます。そう、小さいとね何本も食べちゃうし、大きくても何本も食べちゃうから、ちっちゃいの買わないようにしてる。なんかね1個だとねパルム10秒で食べ終わっちゃうから食べた感じしなくていっぱい食べちゃう。パルム溶けてたらいいね。大変嫌だ。でも基本溶けてたら嫌。でもピノとパルムの違いは、なんかパルムは間違えた、ピノは白い部分がシャリシャリしてた。そう、なんかビッグサイズのパルムがいいよね。さっきね X にね載せたんですけど、京都です。京都さんです。そう、バニラ苦手だけど、焼肉屋さんとかのバニラアイスは好き。お寺じゃないんだよねあれ。なんかインスタにいつか載せるけど、カフェのなんかカフェなんですけど、あれあそこなんか何の何度か時代からある何度か何度かみたいなやつで、で歴史の人物の名前とか言われて何とか何とかがみたいな、めっちゃ説明があって、カフェに入るまでに何個も説明があって、でもみよ歴史わからないから、その知らなすぎて、なんか当時のままらしい、なんかわからん、当時のなんとかなんとか時代のなんとか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 らしいです。有名な名前だったはずなんですけど、登場人物忘れちゃった。パルムはチョコがパリパリしてないのがちょっとやって、逆によ、逆に
パリパリじゃないのが好きなところです、ミオパルムの。でもなんか京都、ああ午前に行ったからか、あんまりそんなに人多くなくて、どこもねスラスラって入った。層のバニラは食べれないです。でなんか当時のままのやつみたいな説明されて、明治みたいな忘れちゃったけど、そういう雰囲気の言葉を言われて、ほんまかと思って、すごーって思った。そうだから多分そこで働くには説明しないといけない、多分3回説明されるの、3つに分かれて説明しないと、だから大変ですね。なんか絵とかも飾ってたし、なんかそのなんとかなんとか時代の時に、ここでなんと、ここでなんかその何なんとかなんとかさんとなんか会作戦組んでましたみたいな、お部屋行ったりとか、なんか実際にここはみたいな、なんとかなんとかでなんとかなんとかされた、なんとかなんとかで、この形はなんとかなんとかでしたみたいな言われて、今一個も覚えてない。広島と京都全然別日です。広島は普通に広島に行って名古屋に帰ってきて、でまた名古屋から大阪行って京都です。広島は広島のみで堪能しました。ご堪能ください。ね、本当に忘れちゃった、あの一個も入ってない頭に。あ、今混乱中なんだ、軽く。ね、広島は広島なんですけど、また大阪別で行ってるんですけど、ボテジューは大阪で食べました。映画は大阪で見ました。困惑。広島と京都と大阪1週間で行く人、3つの都市行く人と名古屋で4つの都市行く人。宮島の山登ったことある、だって宮島に山あんの。でもなんかあれ行きたかった、本当はロープウェイ行きたかった。アナゴ食べてないです、あんま好きじゃない。多分うなぎでしょ、分からん、うなぎあんま好きじゃないんですよ。タレは好きだけど。クリームソーダは今日メールに送ったんですけど、広島大阪です。広島大阪広島です。なんかロープウェイとか好きで乗りたい。
なんか横浜のあれとかめっちゃ好き。横浜にあるやつ。え、アナゴってうなぎじゃないの？アナゴ食べたことないやじゃん。コメダのクリームソーダよく飲みます。よくというか、行ったらよくって意味ですね。行った時はよく飲みます。X の写真は京都。アナゴはアナゴだよ多分あんま好きじゃないと思う。うなぎでしょ、わからん、なんかうなぎだと思ってるから勝手に好きじゃないものだと思って。みおちゃんは青色のクリームソーダ飲みました。アナゴって何？食べたことないやじゃん。でも聞いてほしい、そうめんと天ぷらを食べたんですけど、京都で。天ぷらにナスとヤングコーンとししとうみたいなのも入ってたの。3つとも普段だったら絶対口にしないんだけど完食しました。素晴らしい、全部食べた。めっちゃかわいい、ありがとうございます。宮島おすすめです。いや、アナゴわかんないやん。魚あんま好きじゃないからね。お寿司は好きだけど、魚あんま好きじゃないので食べないですね、魚系は。アナゴのお寿司食べたことない。で、ちょっとでも味を、あ、その3つの天ぷらじゃないよ、他にもいっぱい入ってたんですけど、そのついてたっていう感じその3つを頼んだわけではなくてついてたんですけど、あとエビとかもね、ナスとかは好きじゃないのでごまかすためにつゆにつけて食べました。味をごまかすために。なんか宮島鹿いっぱいいたけど鹿せんべいを見てないかも。え、サーモンって言葉めっちゃ言ってますよ。 MC でも言ってるしね、この前の自己紹介 MC でも言ってた。サーモン大好き、サーモンが一番好きです。お寿司、でも京都だから食べれた。その苦手なものたち、ヤングコーンは嫌だったな、ヤングコーンは嫌だなと思いながら食べてたけど。ハト、ありがとうございます。でも生もみじまんじゅうともみじまんじゅうは間違えた、生もみじまんじゅうと揚げもみじまんじゅうは食べました。そうだよね、なんか鹿せんべい持ってる人一回も見てないもんね。なんかヤングじゃないコーンは食べれるというか好きなんですよ。ヤングにされると、うん、ヤングじゃないコーン大好き。
シックなのかな、めっちゃ定番、あ、まあわかんない、なんかね食べ歩き系と緑系と海系が好き。なんか広島で普通に生もみじまんじゅうとか売ってて、全然買うつもりなかったのに、なんかリカが生もみじまんじゅうを初めて食べて感動してたのを思い出して買っちゃったちょうど10キロってつながったから、じゃあみんなに買おうかなみたいな。あ、佐賀で一番美味しかったもの、佐賀で実は食べてないです、あの競馬場でしか食事してないですので、競馬場のラーメンが一番美味しかったです。あんこ大好き、和菓子大好き、洋菓子より和菓子が好きです。リカちゃん今日美味しそうに食べてたよ。だってそれは多分ミオからの差し入れじゃないミオがみんなに渡したやつはみんな当日食べてたから、それはミオのじゃないです。広島汁なし担々麺有名なんだ。なんかね、奇抜な色の飲み物が好きというより、カフェオレとかコーヒーみたいなのが飲めないから、そうするとジュースしかないじゃん。そうすると奇抜になっちゃうよ。あ、メンバーにね、メンバーに生もみじまんじゅう買っていくつもりじゃなかったんだけど、リカ思い出して買いました。自分は絶対に買うんだけどね、もちろん。北海道はジンギスカンめっちゃ美味しかったです。いや、なんか焼肉みんなで食べに行っても一人だけお肉ついていけないんですよ。あの油がいっぱいのが苦手で、なんかあんまりいっぱい食べれないんですけど、ジンギスカンの方が軽くてめっちゃ食べやすくていっぱい食べられた。佐賀お土産も買ってなくて、コンビニとかで売ってたんだけど、丸棒を売ろうってやつとか買ってないです。パインジュースみたいなやつありがとうございます。ずっと旅行してたい遠征したい、楽しい。初揚げもみじまんじゅうでした。美味しすぎ、めっちゃお腹いっぱいの中食べたけど美味しかった。チーズはものによります。な、基本食べれてブラッバターチーズみたいなやつとか固形系は食べられないです。溶けてないと食べられない。ジンギスカンまた食べたいな。しかもなんか周りに野菜があってよかった。初ジンギスカンです。ユニコーンくまちゃんもありがとうございます。
パイナップルがいっぱい集まってるやつありがとうございます。でも次行きたいところなくなっちゃって困ってる。なんか行きたいところ行っちゃった広島何年も行ってた広島を行っちゃったので、普通にユニバとかディズニーとか行きたいな。でもカプレーゼみたいな、ブラッタ、ブラッタチーズ、ブラッタチーズんみたいなやつはミキは毎回頼んでるお店で、あの白いやつ、トマトとかと一緒に入ってるやつ、フルーツとかと一緒に入ってたりするやつ、おしゃれなやつね。あ、沖縄行きたい、沖縄行きたいけど車っぽいよね。金沢は行きましたね最近、2年前か。でももう一回行きたいなと思ってる。金沢2年前ぐらいに行きました。そう、海外行きたいけど絶対無理なんだよね、スケジュール的に。マジでさ、スケジュールの変化が激しすぎてさ、急に入ったり急に消えたり大変、予定が難しい。長崎も行きたいな。高3が最後長崎。でも遊園地はディズニーとユニバとヒラッパーに行きたい。守りたいこの笑顔ありがとうございます。でもあれも行きたい、島スペイン村とか行きたい。カプレーゼだ、そうカプレーゼだ、カプレーゼミキ毎回食べてて、でも爽やかまだ食べたことないんですよ。これ問題はミオだけが予定組むのならまだ組めるんですよ。でも友達との予定が難しいよね。韓国とか予約とかしてさ、ごめん行けなくなったとかさなっちゃう。なんか本当にさ、やたらそのメンバーで遊ぶ時に急にお仕事入ることがあるんですけど、本当にその3人なんですけど、そのメンバーで遊ぶっていう時はなんかいつも仕事入っちゃうの。で今 2,3 回連続で断っちゃってて、8月予定入れてみたんだけど、そのメンバーで遊ぶのちょっと危ないかもいけない可能性が。で今今週までですね、余裕があるスケジュール。8月こんなに休みのないグループだっけって最近思ってる。だって確かにもうちょっとのんびりしてたよね、去年一昨年その前は。今年がね、なんかまだついてる気がする。ヒラッパ行きたいな。そう、ハウステンボスは行ったことあるんですけど、もう一回行きたいんですよ。
なんかのんびりしたい。ハウステンボスでのんびりしたい。長スパは去年行きましたし、割と行ってます。大阪にいる時も行ったし、 SK 入ってからも2回行ってますね。入る前にも、入る直前にも行ってる。長スパは割と行きますね。ユニバの次に行ってるテーマパークです。志摩スペイン村ね、行ってみたい。行ったことあると思うんだけど、記憶にないので行きたいです。人少なそう。サワイカ行ってみたいな。なんか気になる。普通に岐阜タンメンも行ってみたい。そう、焼津行った時も爽やか行く時間全然普通に なしなので行けないですね。しかもさ、スケジュールでが空いてるからそこに旅行入れるじゃん。旅行とか遊び入れるやん。空いてるから入れるのに仕事は入るんですよ。で、あ、空いてるからここにしたのにループ。で、美は仲良しじゃないとあんま遊びに行かないか。なんか心を許せる仲良しじゃないとあんま遊びに行かないね。なんかさ、今週全然公演ないね。びっくりした。この前美は1週間ぶりの公演だったんですよ。びっくりやん。7月あんなにいっぱい出たのにみたいな。でしたらまた6日後なの、次の公演。すごくない？今月全然ないや。え、ひらぱ姉さんになりたい。激アツじゃない？ひらぱとコラボしたい。ひらぱはプールもあるし、冬になるとスケートもあるんですよ。くまちゃんありがとうございます。シンプルくまちゃん。え、長スパって呼ばないの？みんな長島って呼んでるじゃん。長スパって読んじゃう自分は。あ、でも名古屋港水族館行きたいです。めちゃめちゃ行ったことないっていう。てかあんま名古屋で遊んだことない。あんまり名古屋でお出かけしたことない。ご飯とかしか行かないから。行きたい。で、スペイン村、スペイン村なんだっけ、ミオが行きたいって言ってたの。志摩スペイン村か。え、爽やか行ったら店員さんと乾杯させられるよ。だってなんで、あれ、コールドストーン行ったら歌歌ってくれる的な。行ってみたいところはあるんですけど、
ライブに行く予定ダメになってた。だって先輩も海も一回ライブ当選して入金したら行けなくなっちゃって、あれトレードとかもあったりするんですけど、あの手数料も取られるんですよね、一緒に千何本ぐらい。おしりんさん卒業してもチームやいずですよね。もちろんです、永遠チーズもやいず永遠に永遠にです。今日は2じゃないよでおしさんとすれ違ったんですけど、とても笑顔でチームやいずでした。主的でした。ね、今月公演少ないよね、めっちゃ。お盆だからか。なるほど。ひらパーは遊園地だって。ひらパーはひらかたパークっていう遊園地です。ローカルローカルちゃんです。そう、スケートめっちゃ得意なんですよ、みよ。なんかいつか見せたいな、スケートめちゃくちゃ得意です。でももうできなくなってるかも。地元の人長島って言うんだ。確かにミキ長島って言ってる。名古屋港水族館地下鉄で1本で行けるの、そんなにあれなんだ。もっと遠くてなんか複雑なのかと思ってた。パルケ・エスパーニャンと島スペ村は一緒なんだよね。てかなんかさ、全然興味示してなかったんですけど、インサイドヘッドっていう映画やってて、今2がやってんので、昔1やってたらしくて、見たこともないし何も知らないんだけど、誘われたからなんか行った何でも行く人、誘われたら何でも行く人。めっちゃおもろかったの、本当に心が温まりますね。すごい良かった本当に。名古屋市科学館も行ったことないんですよね、実は。みおてん理系だし、理系みおたん理系だったんだ、知らなかった。そう、コールドストーンは長スパ行った時にミキとリカと食べました。謎の動画ある、その時の。なんかミキティアチャンネルですとか言ってミキが動画を回してる動画がある謎。チームやいずいつの間にそんな絆深くなったんだって。まあ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 、長年の長年のですよ。そう、これやいずポーズなんです。両手で勝手に作りました、私が何も関係ない、おしさん何も関係ない、勝手に作りました。確かに公演少ないとさ、当たるのも難しい。だから今は公演ないのでアーカイブいっぱい見てます、今のうちに。しかも推しの子もさ、最近見始めたのに追いついちゃってなんかみお結構ネットフリで全部上がってから見ることとか多いんですけど、なんか見たらもう追いついちゃった、悔しい。音符ありがとうございます。で、長島温泉も行ったことあるんですけど、なんか素敵だった記憶があるから
もう一回行ってみたい。東山動物園も行きたい。そう、本当は映画行くってなって逃走中見たかったんだけど、なんかインサイドヘッド誘われたからインサイドヘッドにした本当は逃走中に行こうとしてたんだけど。でも2からでも見れる感じではあった。なんか最初に説明ざっとしてくれてありがとねって感じ。すんなりそちらの世界に入っていくことができました。本当に説明ないやつもあるじゃん。もうそのまま見た体で進めるやつとかも多いからさ。そう、名古屋なんだっけあれ、丸い球体のやつ、名古屋市科学館のプラネタリウムすら行ったことない。有名ちゃんだよねきっと。そう、1見なくても2見れる感じでした。本当ラジオおもろかったなずっと笑ってた。最近のさんじゃないよ、よく笑ってるわ。ゆずさんとおひさんとるかさんと、次の公演はそういい公演です。土曜日でも台風来てるらしい。よく分かってないけど、台風いっぱい来てるらしい。いや大変だよね普通に。日本もなんか地震に集中したいのにさ、普通に台風いっぱい来ちゃってて、なんか渋滞しちゃってて、そんな急いでお盆だからって帰らなくていいのにね。そう、ハマるとハマるタイプなんですよ、すべてにおいて。ドラマとか映画もだし、食べ物もだし、音楽もだし、全部すべて。推しの子の実写版見たい。なんせ応援していた推しが出るので見てみたいですね。今月その応援していた推しの映画が公開されるので、それは行こうねって約束。ドキッと。でも本当にミオ、なんか全く知らない映画とか誘われたら見に行っちゃうんですけど、そっちの時の方がおもろかったりするなんかこれ気になるって自分が気になって予告とか見て行く映画もおもろいけど、なんか友達がこれ行きたいって言ったやつに、何それマジで知らないんだけどって言って見に行った映画おもろかったりするんですよ。予告も見ずに予告も見ずに行く映画結構好きです。かっこいい、ありがとうございます。え、逃走中すごい評判なの？そうなの？なんか評判良さそうと思わなくてびっくり。え、めっちゃ泣いた、だってそうなの気になるじゃん。そう、充実してます、とても。何？コモドドラゴンって何？ドラゴンがいるの？新幹線止まるかも。やば、どうすんのどうすんの。台風大変。
推ししか勝たん、ありがとうございます。その応援してた推しが初めて映画出るってなって、もう初映画だったんですけど、あの梅田とかの難波とかのスクリーンではやってなくて、なんかその小さな映画館でやってますよみたいな映画だったの。推しが初めて出たで、映画がで見たいやん、大きい画面で。で車で遠いところまで行って見に行きました。高校生の時、大学生かちょっと分かんないんですけど車だから大学生か。そう、なんか期待値上がりすぎてない映画でおもろかった時の満足度がすごく高い。なんかめちゃくちゃ期待するよりも、なんかこれおもろいのみたいな感じで行くのがおもろい。で今日もなんか誘われて行ったんですけど、これ感動するらしいよみたいな言われて、めっちゃ「えこれ?」みたいな「これマジで感動するの?」みたいな最初言ってたんですけど、あの感動系でした。よかったです。なんかあのミオ結構人の感情とか人の気持ちで心揺さぶられるので、そういう感じだった。コモドドラゴンはトカゲ？何それ？でもなんか TikTok でさ、 SKE のさ K2 のとさドキュメンタリー時間がない回ってきてめっちゃバズってた。1万いいねついてたみんな知らない間に今になって K2 バズってた。でも好きな映画のジャンルは、事件、人間かな、人間味か事件が好きです。あと恐竜あと恐竜です。マジで感情移入しちゃう、全ての映画において。パニック系って何？うわーみたいなうわーって言って、サイコパス系大好き。あ、でも友情系あんま見たことないかも。あ、ヒューマン系好き。あと恐竜あと恐竜系好き。言ったっけ、なんか広島でさ、宮島でさ船乗った時にさ、帰り道のこちらから見る船、宮島の景色がジュラシックワールドすぎて、ジュラシックワールドでなんか船乗るやつが炎の王国で船乗るんだけど、それすぎて景色がなんか緑がもうジュラシックワールドすぎて、うわジュラシックワールドとか思いながら写真撮ってた。し、船乗ると上手の匂いするしでも思ったんだけどさ、船乗った時にさ上手の匂いするすごいと思ったけど、上手がすごいわ。上手が船の匂いに合わせたってことやろ。めっちゃ再現度高くない？ゴジラ見たことないけど、ミオ好きだと思う、ゴジラの映画見たことないんだけど好きだと思う。
マジ上手ってね、本当に上手の匂いがすんの。上手でしか匂えない匂いなのよ。でなんかやっぱ上手がそこまでこだわってるんだなって感動した。ユニバの上手、船の匂い、船着き場の上手の船着き場の匂いも船の匂いだった。そうで何それ上手の匂いって思うじゃん。マジで上手って匂いあるんよ。上手の匂いがあるんですよ。ゴジラ一個も見たことなくて、なんかいっぱいあるよね。なんかいつも映画館行ったらいつも予告やってる。あ、王道恋愛系は見ないけど誘われたら行きます。いつも行くようにしてる。だから誘われた時に見に行ってる。なんか家とかでは全く見ないね。ネットフリとかでは全く見ない。ああ王道恋愛系は見ないけど歪んでる恋愛系は見ます。歪めば歪むほどおもろい歪ませば歪ますほどおもろいから歪む系の恋愛は見る。すごいよね。そう再現がすごい。ユニバの感動した。待って、上手の匂いは、亜鉛素酸？亜鉛素酸？ナトリウムの匂いらしい次亜鉛素酸。次亜鉛って何？次ってどっから来た？次なんて書いてた？あ、本当だ。次亜鉛素酸？初めて聞いた。次亜鉛素酸かと思ったら次亜鉛素酸ってやつがあるらしい。マジで理科だけは勉強してないから。理科と社会だけは勉強してないから。理科と社会と国語だけは勉強してないから。次って意味かと思っちゃった。でも、キッチンハイター系の匂いじゃないけど、なんか上手の匂い何の匂いってやったら上手の匂いです。その船乗る瞬間が上手の匂いすぎて、いやこれ上手みたいな。日本でもね、上手とかジュラシックパーク感じれて嬉しいですね。でもどんどんさ、映画のさアトラクションがなくなってて、ユニバ、上手とジュラシックパークなくなったら泣いちゃう。スパイダーマンはでも火とか扱うから火の匂いはすごいけど、スパイダーマン大好きだった。本当に大好きだったんですよ。マジで悔しい。でしょ、ね、ジョーズの匂いってさ X とかで検索してみて、みんな好きって言ってると思う。ジョーズの匂いは本当に素敵な匂いです。でバックドラフトもよく乗ってたけど、あれはなんかでも変えられちゃう理由もわかる気がするちょっと画質がね荒すぎてね、バックドラフトはね。
こがねミニオンパークになったんですよ。バックドラフトだった場所がミニオンパークに変わったんですけど、画質がもう信じられないぐらい令和になりました。令和画質。令和っていつから令和？そう、なんか最近はねアニメ系が多いですね。アニメ系のアトラクションが多いです。ずっと、最近はというかずっとなんですけど、アニメ系が多いです。間違えた。バックトゥザフューチャーだが質が荒いの。バックドラフトはマジ熱いです。マジ熱です。あれリアルな日熱すぎ。2019年今2024でしょ。じゃあミオが高校か大学の時に令和になったってこと。高校か、記憶ないな、令和になった記憶。マジバックトゥザフューチャーはマジで画質大荒かった。それが良さだったですけど、マジスパイダーマンより画質荒いもん。あのなんかさ、バックトゥザフューチャーで恐竜が出てくるんですよ。岩の恐竜みたいな。もう何見てるか分かんない時あるもんね。たまに画質荒すぎてこれ何みたいな時あるから。画質綺麗になってた、そこのミニオンパークに買って。でも仕組みは全く一緒です。並ぶとこも一緒だし、アトラクションの乗り場も全部一緒。バックトゥザフューチャーと何も変わってない。そのまんまでした。映像が綺麗になって展示物が変わってたけど、乗り場そのまんまで。でもなんかアトラクションに昔から興味があるから、これどうやって動いてるんだろうとか、どういう仕組みなんだろうってよく見てたので、昔から。ここ、こうだったんだなって見てる。本当に極端だよね。好きなこととそうじゃないことのさ、本当に極端ですよね。スキー入るまでは気づかなかったけど、さすがに気づきました。極端すぎるなって。ユニバしかわかんないです。私ディズニーあんまり行ったことないから、今行っても毎回新鮮な気持ち、うわーすごいみたいな感じです。うわーみたいな。ロボクマちゃんありがとうございます。でミオはそれがね、自分の話だから、極端なのって自分のことの話だからマイナスにしか思えなくて、
自分のダメなところって思っちゃうけど。え、なんかさ、ジュイキちゃんがディズニー行ってるやつ見てさ、ぬいぐるみ持ってたやん。いい、みもぬいぐるみ持ちたい。オルメルちゃんお家にいるしね。死ねじゃないよ、お家にいるしね、ってことです。でもオルメルちゃんのぬいぐるみ持ちたいけど、カチューシャオルメルちゃんは嫌。カチューシャ違うやつ。でも持つのはオルメルちゃんがいい。でも高3の時にディズニー行ったんですけど、ステラルーちゃん買いました。ぬいぐるみも買って持ち歩いてた。パーク中を。で、ミはリーナのことをリーナベルって呼んでたから、 リーナがリーナベルなの嬉しかった。え、そう、カチューシャ、オルメルのカチューシャは嫌なんだけど、オルメルちゃんは好きなんだよ。だから何にしようかな、自分だったらリーナベルにしようじゃん、可愛いから。リーナベルって可愛いんだよね。リーナベルつけてる人みんな可愛いから、ステラルーにしよう。でもそのステラルーをその交際の時に、こんなうちわがあるの？投げ中してありがとうございます。高3の時にステラルーを購入した理由は、その応援してた推しちゃんがステラルー持ってたから同じのを買いました。かわいい、かわいいでしょ。そう、なんかね、オルメルのカチューシャってこう、オルメルの顔がここについてたりしたらかわいいんだけど、なんか甲羅なんだよね。甲羅図なんだよね。それがちょっと気になるところ。緑なのはいいんだけど、全然。でもその時はステラルーできて間もない頃だった気がする。リーナベルもいなかったし、自分が高3の時。オルメルもいなかったし、ミューが次ディズニー行ったらオルメルのグッズかベイマックスのグッズを買いたいです。耳ないもんね、オルメル。めっちゃハゲてるの。あの、間違えた、めっちゃまん丸いのオルメルって。見て後ろ姿、これまん丸やばくない？もう一個大きいやつはあっちにあるんだけど、まん丸、もうまん丸、枝豆よ、ほぼ。マジで何もないから、確かにカチューシャにするのは難しいかもね。かわいい、オルメルちゃん大好き、本当にかわいい。だからミオはあの中だとオルメル推しなんだけど、カチューシャって言われるとまた話変わってくるよね、みたいな感じ。本当にパレードのオルメルちゃんおもろすぎて。オルメル売れ残ってる、やめて、そのトーク犬みたいなやめて。確かにオルメルの多分カチューシャを作る側の人も多分びっくりしたよね。じゃあオルメルのカチューシャそろそろ作りましょうかって言って、で会議始めて、ちょっと待ってください、オルメルには耳がありませんって言って、
でみんなそこで気づいて、どうしよう、オルメルは耳がないって言って、でみんな必死に考えた結果、全員で案を出した結果、亀の甲羅を頭につけちゃおうみたいなことだよね。それでオルメルちゃんのカチューシャがそういう時を終えて販売しました。販売されました。また新しいのをぜひ作っていただけたら、その際はオルメル検討します。今のところオルメルのカチューシャつけないので、また新しいのが出たら検討したいなと思っております。オルメルーちゃん完売はしてないです。オルメルちゃん販売です。販売中です。今回一旦見送るという形になってしまったんですけど、また新しいのが出た際には検討という形で、まず検討するところから始めます。そう、幕張もねツイートしたら完売したよって返信が来ててびっくりしたんですけど、ありがとうございます。楽しもうね。あのカチューシャは微妙っていうコメントがまあ多種多様ですからね。一期一会ですからね。臨機応変ですからね。やばい、もう四字熟語思いつかないなんかさ、このカチューシャ嫌とかよりさ、微妙が一番おもろくない微妙って言われると本当に微妙なんだなって、しかもミオが言うんじゃなくてコメントで言ってると本当に微妙なんだなってあ、でもなんか有名ちゃんなんですけど、香港のカチューシャで本当ツムツムみたいな、こう自分で選べるの、こうやってオルメルちゃんとか、あれは欲しい、さすがにオルメルちゃんで欲しいとか言ってね、なんかリーナベルちゃんとかつけてるんだよね、きっと言ったらね、ごめんねオルメルちゃん大好きなんだよ、でも出会った時から大好きなんだよ、大好きなんだけどね。オルメルちゃんは寝てるから大丈夫毛布持って寝てる、かわいい、あんたかわいいね、ほんとにね。まあでも好きと身につけたいは違うよね、そういうことよ。だって好きなお洋服と身につけるお洋服は違いますから。ミが興味あるのはオルメルとリナベルとステラルーに興味あります。あとの子は他の人に任せます。オルメルちゃんずっと寝てるの、一回も目開けたことないこのオルメルちゃん。でもあっちのオルメルちゃんはちょっと今届かないんだけど、大きいオルメルちゃんは常に目開けてるんだけど、目が青色なの、緑の体に目が青色なの怖いよね。でそのクッキーアンちゃんもいるんだけど、クッキーアンちゃん目が緑なのね。個人的に緑の目ちょっと怖くて、モケケにも緑の目の子がいるんだけどちょっと怖いんだよ。あ、でもこれ今言った3人は推しというか興味ありって感じ、興味あるのがこの3人です。推しはオルメルちゃんです。でみんなさ、テケテケって知ってる？
小学校の時爆入りしたんだけど、テケテケ知ってる？みんないっぱい見た、みんなで。知らない？これって何？なんかめちゃくちゃ見てたんだけど、みんなで友達のお家で。テケテケって何？映画これ何？そう、踏切のやつ。踏切、赤い服で踏切渡っちゃダメなやつ。テキ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 って言って体切られる。でもうめちゃくちゃ流行ってて、テケテケが。ミオの地元というかグループというか。怪談話なの。でこれなんかちゃんとあるんだよね、ドラマみたいなさ。何、映像がちゃんとあって、その映像を友達とめっちゃ見てたんだけど。アマゾンプライムで見れるだって。ね、みんな見てみて、みんな見てみてください。でもホラーなので、見よう、得意じゃないです。得意じゃないのに友達とずっと見てた。しかも何回も見たんだけど、テケテケ何回も見たんだけど。ね、大島優子さん出てたかも。見てみてください、怖いの大丈夫な人。めっちゃ踏切、あとお家の近くに踏切ある人もやめといた方がいいかも。怖いよ怖いよ本当に。普通に怖いから、ググ得意な人しかググらないでいいと。踏切とあの歩道橋、何あれ、歩道橋か、このが近くにある人やめといた方がいい。歩道橋だっけ、電車の上通ってるやつって。歩道橋だっけ。でも昔から怖いやつ見れない、怖いの苦手です、お化け苦手です。でも映画誘われたら行っちゃうから。アナベルとか見に行った、誰と行ったんやろ、あんなあんな怖いの見たがる人誰？アナベル誰と言ったんだろう。マジで怖かった普通に。そう、誘われたら行くから。映画誘われたら行くから。マジこれ見たいんだよねとか言ってくれたら全然行く。ホラーゲームとかもできない。ドキドキするじゃん。なんか第五人格みたいなゲームあるんだけど、ホラーじゃないんだけど。追いかけられる系で、あれとかドキドキしすぎて叫んじゃうんですよ。うわーとか言っちゃうから難しい。もうお化け屋敷も苦手だし、怖いの苦手です。お化けが苦手です。でも本当にユニバ効果で、ユニバのホラーナイトはいけるんですけど、やっぱりユニバを丸ごと愛しているので、本当に一回ユニバの会議とか参加させてほしい。本当にこれ本当にリアルに。これネタとかじゃなくて、リアル意見言いたい。普通に意見とか言いたい、いいとこと悪いところとか言い合いたい。一回だけ出させてほしい。45分になったら終わります。今からメールとバブルタイムです。あ、でも反論されるの苦手なので、ミオが会議に出た際には反論しないでほしい。反論はしないでほしい。イエスマンいっぱい呼んでください。優しい人しか呼ばないでください。
優しい空間にいたい。いや、これも立派な会議ですから立派な会議です。X も更新したのでいいねしてくださると幸いです。ハートありがとうございます。何これ、大きい流れ星、ありがとうございます。あ、なんとか流星群だ。昨日か今日見えるやつ。なんとか流星群、ありがとうございます。ニュータンは音声と動画をバブルに送ってます。バブルズに、バブルズのみんな、ペルセウス・ザ・流星群が見れるらしいです。見たい、流星群見たことない。星見たい。今日月綺麗だったな。夕方の月と夜の月を見たんですけど、めちゃくちゃ綺麗でした。バブルスの皆さん、え、そんな目に見えるものなの？めっちゃいいじゃん。なんかもっと自然に触れ合いたいなと思いました、ここ数日で。やっぱ自然は人間の心を癒すなと思うので、そうやって生きていきたいなと思いました。なんかさ、一個だけ言っていい？45分になりそうなんだけど、なんか普通にさ、今日ミキとラジオでさ、まあ、ラジオ帰ってるじゃんか。なんか月がさ、夕方見た月も綺麗かったけど、夜見た月も綺麗だったからさ、なんかさ、月綺麗みたいなさ言ったらさ、なんかえとか言い出して、本当になんか怖くて、月の話したかっただけなのに、なんかめっちゃ月綺麗みたいな言ったら、なんか自分のことだと思ってたっぽくて、なんかえとか言って、なんかもう怖くて本当に、まあなんかホラーっていうか、普通に月の話してたのに、本当に怖いですよね。そういう人もいるのでね、世の中にはね、気をつけてください。え、そう、月が綺麗ですって言われたと思ったらしくて、なんかちょっと怖かったですね。みんなも気をつけて生きてください。ということで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。今週のどこかで配信するので見てください。ありがとうございました。バイバーイ。